ペレットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。いい天気ですね。今日は連休中日、各地へお出かけの方もいらっしゃるかと思いますけども、まあコロナのこともありますのでお気をつけてですねお過ごしいただければというふうに思います。で今日はですね、昨日設置をさせていただきましたお客様のところでちょっと排気ファンの設定がちょっと高いかなということでですね、その辺の対策を考えて、また行きたいなと思っています。そしてまた来週ですね、また国産のペレットストーブ の設置がありますのでそちらの準備も、しておきたいなというふうに思っています。いずれにしてもですね、来週からはですね、冬型になるということですから、準備の方皆さんもですね早めに、行っていただければと思います。ペレットストーブのこと、メンテナンスのこと、新設設置のこと、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブのことで何かございましたら、ペレットマン群馬までお問い合わせください。